みたいな感じ、みたいな感じで言うんですよ。言ってるんですか。怖大好き。そっち系ですね、はい、そうなんか、はい、妄想女子今年も終わりですけど反省会をしたいなと思ってます。ウェーイボックスに用意してるのちょっと引きながらちょっとトークテーマを。ほう、なるほど。はい、ちょっといろんなことが今年あったと思うので、うん、それをちょっとトピックスでこの中に入れてみました。なるほど。私がちょっと引いていくので、ほう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 、おまきさんとトークをしていきたいと思います。なるほど。はい、なに1個目は、はい、こちらです。2021年美容で使って良かったもの、ズバリゼオスキン。いやー、やっぱりダントツ今年ですもんね。そう、今年の2月ぐらいかなに仕入れたのかな、うん、最初強めのやつを1回試してみて、うわこれめっちゃむけるみたいな、これは仕事はできないなと思ってマイルドなのに変えて毎日毎日使うやつなんだけど、それを使ってから透明感が上がりました。光を浴びて跳ね返せるような肌になりたいと思ってずっと多分使ってると思う。本当に綺麗なんですよ、本当に。もう毎日会うと、あ、今日も発光してますねって話題をいつもやってるんですけど、すごい。でも本当おまきさんすごい、あのいろいろアドバイスをくれて、うん、おまきさんにおすすめいただいたもので、私も結構今年使い出したものがあって、うん、ちょっと手を出しやすいところから出させていただいたんですけど、うん、すごく学びが多くて、担当する前はそこまでこういろいろ使ってなかったってことですね。あ、そうですね、うん、この方が言うのは、あれですもんね、もう体験されてる方が、はい、このツヤツヤの方が言うなら間違いないと。説得力的な、はい、間違いないじゃないですか。すごい面白い。それ来年はちょっとお金を貯めて美容スキンできるように頑張ります。おー、そうです。あと私は気になるのは、デオスキンを超えるものが来年にね、また出るのかとか、またこうデオスキンとまた並行してこういい商品とか、またこう不動産からこれいいわよみたいなのを聞きたいなと来年思ってます。作るしかないぐらいよね。あれが結構今いいんですよね。開発したいです。あ、そう、ほんとそう。あ、パックとかでもいいんだけど、作りましょう。ねえ、大変なことないよ。本当に。ちょっと成分難しくて。こうやって年を重ねられるようにちょっと頑張りたいと思います。はい、ファンの方と一緒に。美魔女と最近言われてるのちょっと。え、言われてるの？言われてる。2022年はついに37歳に。なってしまうのだから。でもファンのみんなは褒めてくれるからいっかみたいな感じよ。頑張るでしょ。頑張ろう。ていうか、でも私ほんとね、今年秋からねお肌に時間をかけれてなさすぎて、その行けてないのよ、クリニックとかにも。だから本来だったらたまには月1でせめてレーザー当てたいなとか、そういうメンテナンスは行いたいんだけど、なかなかね、行けてなくて、そう、だから来年とかはせめてちゃんと月1には絶対やるとか決めてやりたいよね。コラボ動画でなんかお肌を褒めていただいてるコメントがあって、すごく嬉しかったです。ありがとうございます。次に行きたいと思います。マネージャーは見た後藤さんの癖や秘密。おお、ここだけの話ありますか。そうですね、後藤チャンネルというファンクラブの配信の方で12月24日におまきさん口癖大賞っていうのを私がやってるので、ぜひ口癖ご覧いただけたらと思います。なるほど。行動に関しては、急に街中で大きな声で歌い出したりとか。ありましたね。踊り出したりとか。おかしいのかな。もうちょっと怖くてですね。怖くて。そうですよ。なんか
エンターテイメントみたいな感じなのかな、みたいな感じで言うんですよ。言ってるんですか、怖っ。あと、あ、はい、あと、はい、すごい、マキさん、もしも話が好きなんですよ。大好き。そっち系ですね、はい、でなんか、はい、妄想女子で結構細かくって細かくって、なんか選挙期間になんか選挙カーとか言って通ってるじゃないですか、でなんかタクシー一緒に乗っててパーって見てて、うん、もしもさ、あのあそこに私が登ってったらさ、どんな感じかなみたいな感じとか、丸書きじゃん、はい、うん、そういうのをいつも、うん、もしも、もしも話をしてます、うん、昔から変わってない、ね、もしさみたいな、よく言うもん、いいと思います。では今回のライブのセットリストの中で一番難しかった曲ベスト3を聞きたいと思います。あー、足跡、アイズ、ユーで、もう一曲言っちゃうと3はみ出てるけど、 I wish かな。どれが1位ですか。1位は足跡かな。あの曲サビが結構難しいのよね。なんか聴いてる分には簡単そうなんだけど、実際歌ってみるとあのサビが結構高いんだけど音が取りづらいんですよね。そうだから難しいなってずっと思ってて、あとは合図とかは A メロとか B メロとかはすごい低い声の方がかっこよく聞こえるんだけど、サビが高いからまたそこのバランスを取るのが難しいのと、 U は今回半音か1音下げてライブでやってるんだよね。めちゃめちゃ低いのさ、 A メロとかが超低くて、しかもあの低さでその楽器のこのベースっぽくなるような音がブーンって響くから、その低いところに低いところが重なっちゃって、自分の声を本当によくこう聞こうとしないと見失うんだよね。だからマジで難しかった。 U は普段ね、その、うん、あれじゃないですか、メンバーがそれぞれパートやってるから、そう歌ってるんです。感動したんだよ、ちょっと全部歌えるもんなんだっていうのが一番好きです。大丈夫です。そう、歌える曲と歌えない曲はもちろんあるけど、でもアイビッシュはやっぱ結構あの大変で、最後とかもさ見つけようみたいなところとかが苦しくなる。前から違うあれで入りますもんね、うん、うんうん、じゃあ行きましょう。はい、来年ごまきと大きいやりたい企画、うん、行きたい場所、おお、出ますか。やりたい企画、たい場所そうねすごい今見られましたけどなんかいろんなコラボとかで、コラボ先に例えばそれがアーティストさんとかだったらライブとかを見に行って来てました、ドッキリをしたりとか。そうね、普通に春だったらいちご狩りでしょ。いや、いいですね、うん、ね、摘んで食べたいよね、美味しいやつ。なんかいろんないちごが種類あるところあるのよ、穴場が。行きましょう、行きましょう、うん、美味しい料理屋さんとかにも行きたいな。沖縄料理とか、うん、海ぶどうとシャキシャキのもずくが食べたい。嬉しい、いいですね。もうシャキシャキじゃないと嫌なんですだからそういうのをね、美味しいものを食べに行ったりもしたいし、あとなんかさ、視聴者プレゼントでさあげれそうなさものを作りに行くとか。あ、それいいですね。はい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 、うん、ガラスとか陶芸とかわかんないですけど、陶芸、はいはい、陶芸1回しかやったことないんだけど面白かった。制作的にはちょっとバイトをさせたいなと思っております、うん、バイトね何のバイトかによるんじゃないか、ね、これはこれ以外も、うん、いきますので、はい、はい、ですね、ライブでの失敗談、うん、ライブでの失敗談、この間のとかそういうのもあるし、あとはもう失敗談というより
のが昔から癖なんだけど、